まあ、そういうことで、そういえばなんですけど、はいはい、なんと本日、はい、佐久長聖高校卒業してございました。あ、そうなんですか。3年生は全員いません、うん、明日から。あ、じゃあ2年生が最上級、はい、うざい、もう3年全員来ました。うざいってなんだよ。そんなことねえだろお前、お世話になっただろお前。いやでもマジな話、うん、おじさん印象がアップしたのは悪いやつもいるんですけど、はい、アップしたのが、はい、で最初ね、もう中学小学校からもう先輩嫌いだったんですよ常に。ああ、そうなんですか。なんか偉そうなもう感じしてたけど、ただたかが年齢とか、うんうん、それぐらいでって思ったんですけど、うんうん、はい、一人ね、おじちゃんがまあある程度、まあ、ネット出たりとかしてて、はい、初めて、あ、おじちゃんって意外と作詞性有名なんだと思ったのが、はい、文化祭の日、はい、3年生何月、6月とか。そのもう結構早いんじゃない。結構もうだいぶ前ですけど、うん、その時、うん、その時に3年生出店出すんですね。あ、出せんの。出せます、出せます、うんうん、でその時なんですけど、はい、3年生のとこで、まあ、ポテトみたいなの買ったんですよ。その時に並んでた高校生、おうおう、高校その高3と、はい、店員だった高3の人に、うん、ジジグチョ写真一枚いいですか、って言われたんですよ。写真撮ってと、そうそう、撮ってください、で、その時おじちゃん何て言ったか、はい、お言えろ、おい、どう考えても1年生の誰かじゃねえだろ、おかしいか、先輩どうもこんにちは、なんかないのそういうの。ええー、よ、おい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 、どんだけ高飛車なお前。いやいや、まあ、それは嘘ですよ。嘘ですけど、まあ、嘘でしょうけどね、もちろん。あ、全然、あ、いいですか、うん、お願いします、みたいな感じで、まあ、言ったんですよ。うん、そしたら、あ、ちょうど撮りたかったとこなんですよ、みたいな。おー、適当に。あ、まあまあ、そんな感じで、うん、でも結構撮ったよ。あと、うん、同級生もいた。あ、撮ってくださいと。そう、それは文化祭じゃないです。それはハロウィンの日でした。あー、ハロウィンはね、同期の、またね、また別の教室のね、はいはい、まあ、2類生だったと思うんですけど、はいはい、まあ、だいぶ端の子で、うん、あ、でその子が、うん、多分部活やってて、その部活の中の一人がお茶同じクラスで、また別のやつ、おうおう、でその子がちょっと JJ ちょっと撮ってほしい、ちょっとあの時何だったっけお前扮したのは。まあ歌舞伎さん、歌舞伎さん。顔に、いやこれね、グレーと歌舞伎さんみたいでしたね。いや、まじ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 、いやなんか、うん、しかもこれ何やばいかっていうと、はい、多分アクネクリンって本気で怒られるのが、おじゃん当日、うん、本当にまた女装するか、うん、なんかそのなんかで行こうと思ったんやけど、はい、もう残り3日、残り3日で動乱とか買おうと思ったんだけど、はい、なんかわ失念してまって、うん、前日になったわけよ。おうおう、準備がで、うん、なんか変えて届いたんですよ朝、うん、そしたら、うん、間違えて、うん、動乱じゃん、動乱のなんかケアのパックみたいな買ってしまった、うん、間違えて粉のなんか買ってそう、なんかそれ買ってしまった、間違えたんですよ。だからうわーやったなと思ったんで、はい、これ何をしたか、ドラの代わりに、おドラの代わりに何したか、うん、顔全体に絵の具ブヤーって、うん、それね、アクネクリンコ先生怒られるよ。何が別用してるのと思われるよブヤーって言って、うん、でも30分かかりました、やっぱ顔とかもう皮膚とかめっちゃやってたんで。いや、塗るのはいいですよ、まだ、あ、いいですよ。これ取るとき半端なく大変じゃないですか。いやだからすごい、石鹸満タンだったらもう4分の1ぐらいやってた、ね、最後はゴシゴシしすぎて顔赤い、痛いよね、顔赤かったよ。そこまでやった、やったね。いやこれ何かっていうと、うんうん、うちの学校にね、はい、ハロウィンコンテストがあったんですよ。あ、そうなんあるの。そうそう、で、うん、それちょっと取ったろうかなと、1位、おーおー、一番いくので頑張ってみたろうかなと思ったんですけど、うん、エントリーしたつもりが、うん、まさかエントリーしなかったんで。だからおじちゃん言ったの、運営側にね、うん、なんでおじさんそもそも入選すらされないんですか、うん、いやそもそも名簿に書いてないです。し忘れてどうなの、そんだけ張り切ってんのよお前。いや友人のね、うん、まあ石川ってやつがいるんやけど、宇宙人みたいな、そう、宇宙人の顔、うん、そいつがちょうど名簿やった時に、うん、おじちゃんもついでに、うん、あ、俺のですかみたいな言ったよ、うんうん、そしたら返答がなかったんで、だからでもまあ分かったんかなと、なんかずっと書いてたから、いやあとおいちゃんの頭の中で入ってると思ったんやけど、そしたらまさかの入選すらしてませんでした、入選すらしてませんでした、まだ。石川は、石川は見事、うん、準優勝ぐらいしてた、ね、石川すごいよね、インパクト。でもお前の方がインパクトあったね。せやろせやろせやろ、だから
や、しかも命がけだから、うん、だよね、あの企業から怒られるぐらいのことやってるから体あってそう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 マスクも白くなってもうえぐかったよマジで。じゃあでもすごいのはそれで授業受けたわけでしょ。そうなんですよ、うちの学校それで授業受けた。それがすごいよね、いい学校だね。でもやりすぎてさ、うん、めっちゃアホで全然答えないからちょっと恥ずかしくない、うん、それちょっと恐れない。まあね、そうそうそう、確かに。でもやっぱうちの担任の人が、うん、なんか顔はちょっと怖いんですけど、はい、割とハロウィンではちょっとなんか、うん、チャラけたっていうか、なんか服装してました。え、担任もやってましたよ。へえ、いや、あの顔でお前やるんかって。あ、そうなの。そうそう、あんなすごいね、真面目な感じなのにやらない、やってしまうかなって思いましたよ。いいね、びっくりした。校長先生は、校長先生は見てないです、うん、会ってないんでまあでもいろんな先生が着替えたりとかしてたんでびっくりしました。へえ、はい、しかも取材も来たという。あ、そうです。すごいね、白鳥生って。いまだギャラ待ってるんですよ、来ないんですよ。いや、当たり前だよ。当たり前か。当たり前。当たり前か。でもびっくりしたんですけど、はいはいはい、白鳥生って、はい、この長野市にも学校できるんですね。知ってたよ。知ってたろ、絶対に。知ってました、知ってました。あ、すごいね。そうなんですよ。ちょっと、なんで水差すんかな。いや、でも、つぶやいてるぐらいの声やったら聞こえんや、正直。ねえ。うん、知らんかった。長野市、長野市できるってのは、うん。じゃあ、ジャガさん、変わってください、そういうんだったら。なんじゃ、なーに、ここでやることもないやん、そしたら。先生、今日何食目ですか？一食目です。先生、なんで怒られてるかわからない、逆ギレしてるのが不思議ですよ。はい。どういう意味ですか？ちょっとわからん、うん。またメイド姿のジェジェ君みたいです。なんでこれやんないの？肌が。ないんです。SD カード。SD カードないんです。あんた、まあ、タチって言って今まあまあ、マイルスカだっていうのは、はい、でもニキビがね結構かなり良くなったりはよかなと、うん、もうちょっと眉毛を剃って剃ってなくそうかな、うん、おいおい待てよ待てよただのチンピラじゃねえか。そうかそうか、ちょっと前回太かったよ、もうちょっと調整して、うん、顔もうちょっといじっていじって、うん、顎の骨とか削って鼻にちょっとプロレス入れて、おかしい、おかしい、おかしいか。だからまあもうちょっと整えてからやるかなと思います、うん、はい。先生、メガネどこで手に入れてるの？あ、これ言いましょうか。はい。これ、まさきメガネっていうとこで、買ってないんですよ。うん、買ってんですよ。これ実は、うん、カブトムシ好きな、相川翔さんからのプレゼント、ね、そう、ではありません。はい、ありません。ではありませんね。いや、だって白メガネ同士でしょ。うん。まあ、そこだけじゃん、共通点は。あ、先生。はい。あ、先生。そんな感じでしょ。あ、先生。うまい。あ、ジャガーさん。こういう感じですね。いや、好きだ、やっぱ。先生、腕時計見せてください。あ、いや、こんなんでしょ。あ、これあれでしょ。普通のアップルウォッチ。偽物やろ。何が。普通のこれ2000円ぐらいで買ってんすやろ。いや、そう、そうですよ。別に偽物ってこれ、なんか似てますかこれ。普通のバンドですよ。いや、アップルウォッチ。アップルウォッチやな、これは。あ、そっか。先生、若いですよね。ああ、いいね。はい、ありがとうございます。今年、御年62歳。60、違うだろ、お母さんだろ、それは。あ、そっか、そっか。ジャガーさん、無理しないでください。うん。欲しいたいんですよね。ね、応援メッセージありますね、ジャガーさんね。ヘルニア。うん。ジェジ君、視力悪いですか？ああね、うん。かなり悪いです。あ、そうですか。先生と同じぐらいですかね。多分 0.0 何ぼっていう世界です。あ、ほんのに？ 0.05 とか 0.04 ぐらいだと思いますよ。あら。でもコンタクトで。そうです。コンタクトで。うん。目の中に埋め込んで。なんか埋め込む。無理やから。普通も違うか。うん。じゃあ、まあ親子の会話、羨ましいですってあるけどさ、やっぱ、うんうん、他の家庭ってそんな喋るのか、うん、他の家庭そんな喋んないのか、やっぱ親子で。あ、親子で、はい、まあ思春期はあんま喋んないんじゃない。次か。あ、そういう見方もあるかな、もしかして。まあまあ、まあ、別の視点で。あ、思春期終わったんかな、もう。角度72度ぐらいの子見たら、そうなるかもわからない。今日は遠く行けるね。今日は結構。今日行けるね、めちゃ。結構ね、頑張ってます。今日は、かなり頑張ってます。いいね、今日は。はい、いや、今日もでもすごいですね、これ。はい。なんかコメント多いですね、今日。まあ、やっぱちょっと喋れば喋るほどね。うん。やっぱみんなもおもろくなるから、どんどん書きやすくなるんじゃないですか。なるほど。JJ 君、もうすぐアメリカですね。楽しみですね。え、そうなの？いや、そうなん、そうやろ。あ、そうか、そうか。あと2週間ぐらいですか。もう、一週間切りましたね。あ、切りましたね。はい。うん、向こうは天気いいのかな、この季節は。いや、見たところ、はい、でもね、あんま温度で言うと、そんな変わんないですね。うん、あ、ほんと？ 11 度とかやっぱ。え、意外と寒い。寒いね、意外に。あ、そう。逆に裸で行ったろうかなっていう。逆に。
なんでよ。逆に行ったろうかなって思いますけど、行く必要がないだろ逆に。先生顔いじってますよね。ね、あれでしょ、うん、ほっぺたにヒアルロン酸打ってるでしょ。オッケー、違うから。どう見ても どうも違うよ。あ、元からこれ。お腹垂れ下がって元からで垂れ下がってねえから。ジェジ君とかヒゲ生えてんのか。いや生えてますよ全然普通に、うん、生えてますけど、じゃね、結構薄いんだよね。うん、薄いね。腕とかも全然じゃない、うん、正直言うと全然薄い。確かに。でこれ一回も剃ってないですか、これ。うわ、本当全然ないね。そうそう、マジで。まあ、ジェジ君ギャランドゥぐらいかな。そう、めっちゃへそ毛すごいんだよ。へそ毛めっちゃすごいよ。ギャランドゥぐらい。あとは本当に薄いですね。それ以外は結構、はい。いや、そんなうるさくないよ。ちょっと どこでも響くんですよ。こういうこういうホテルは。どういうことやねん。どういうことやねんそれ。どのくらいの期間留学するんですか。2週間ぐらいですよ。留学って言えますか。まあ遊び行くなもんだな。まあそれでどんどん、うん、あの魚釣りのポンポン女釣って。だからね、それを言ってもね、あのなんか現実味がないね、あんまりね。ないね、うん、ないか、うん。なぜアメリカなんですか、うん、あのまあこれ2個あって、うん、まあ、将来アメリカで会社やりたいっていうのと、うんうん、自分、まあ、ほとんど知ってない人が多いと思うんですけど、うんうん、じゃあ一応アメリカ人でもあるんですよ。国籍がね、はい、アメリカ人ですよ。まあ、日系人なんで、うん、アメリカ国籍持ってるわけですよ、はい、だからそれで生きやすかったりとか、あの顔が、まあ、普通の日本国籍だけよりかはやっぱいろんなとこ行ってね。パスポートもありますからね。当たり前やろ。いやいや、なんだ急に。なんだ急に。アメリカのは学校の研修ですか。3分の1がそうやね、正直。アメリカの、な、まあ、その学校のプログラム入ってないけど、うん、そのなんか分岐っていうか親戚みたいな感じです。そうだね、その世話してくださる会社が、はい、でも学校のプログラムはちょっと違うかな、まあ、そうだね、それ個別でやってるから。個別のね。先生と JJ 君のライブは一日の疲れが吹っ飛びます。 ありがとうございます。そう言ってくださってありがとう、嬉しいね。皆さん、ジャーさん今何してるか知ってますか。ケツ書いてますね。違う違う、まあ、腰が痛いから、腰が痛いポンポンしてるんですね。あ、そうなんだ。で、そう、首にもシワがなくて羨ましいです。いや、そんなことないです。ありますよ。たるんでるよね。結構すごいな。結構すごいなってなんですか。もうやりにくいね、ほんま。いや、そうそう、水させちょっと止まる。やりにくい、ほんまに。流れが止まるから。止まるんだよね。ジャーさん、腰が痛いんですか。なんでなんですか。あ、そういう質問ありますよ。はい、無視ですね。無視ですね。先生若いってそんなことないですよ。全然若くないですよ。あ、京さんがですね、腰痛いの辛いですよね。そうだね、確かにね。いいね、いいね、いいね、いいね。うるさいっつってんだろ。外聞こえるんだよ、バカ。やめろよ。どこの部屋でも聞こえますよ。帰ってやってくれよ。テレビの音だって聞こえるんですよ。ね、響くんだよ、お前の声は。いや、テレビの音も同じですよ、音だから。大きくかけないから、外に響くまで。いや、やってみてください、じゃあつけて。聞こえますか、ちょっと。声がうるせえんだよ、笑い声で。そんなに嫌だったらやめますか、じゃあ。まあ、もう悪い手もあるような、正直。ねえ、ジャガーさんがうるさいからやめますか。まあ、これ皆さんに任せますよ。皆さん、ジャガーさんがうるさいって言うからやめるって賛成する、うん、これ静かにって言われてもね、これ、できませんよ、静かに。じゃあ稲川淳二さんみたいに怖い話する。怖い話しますか。じゃあそうしますか。怖い話いきますか。嫌ですってあるよな。やってくださいって。そうだよね、そう来るよね。藤原さん、今日はご機嫌斜めですね。うん、まあ、そう